リドルジョーカー。あくまでも交渉はサドル君ってことね。それじゃあありがたく。早速だけど、昨日の答え聞かせてもらえるかな。どうして？上の人とはあの後相談したんでしょ？なるほどね。そこがわからないと提供できないってことか。だったらこっちも聞くけど、君は一体どこに帰属しているの？そりゃ、まあね。だけど確認はしておきたい。どこに帰属していて、何のためにこっちを探っていたのか。教えなさい。じゃないと、こっちも上に報告しちゃうよ。これは興味深いね。駆け引きを挑んでくるなんて。そういう風に鎌をかけるのが君の手口なんだね。いつもそういう風に裏でいろいろ考えながら私に接してたんだね。笑顔でコーヒーを飲んでくれてたあの時も、私を気遣ってくれたあの時も、私の肩を揉んでくれてた時も。別に私は勘違いしてなかったけどね。そう、何せほらお姉さんなわけだからね。サトル君が私のおっぱいに見入ってても別にね。別に何とも思ってなかったけどね。